アンドレーレによる、サシエ、おもちゃ箱 L128 は、クロード・ドビュッシーが作曲した全4場からなる、子供のためのバレエ音楽である。ピアノ、またはオーケストラで演奏される。1913年に、マナ娘、エンマのために音楽を作曲しようと思い立ったことから、始まる。ドビュッシーは、サシエ画家のアンドレーレと進行をしていたが、同年2月頃に、エレがドビュッシーに、 おもちゃ箱と題された絵のついたアルバム集を見せ、これに強い印象を受けて、エレの絵本と台本に基づいたピアノ曲として、同年に作曲を始め、10月に全曲を完成した後に、エレの挿絵と伴って出版された。ドビュッシーは、同年に還元楽版として、編曲作業に着手し、アンドレ・カプレと協力して1914年春に、全体のスケッチを書き終わらせている。 しかしドビュッシーが1918年に没したため、未完に終わり、カプレが残されたスケッチを元に保湿する形で完成させている。この還元学版は1920年に出版された。1919年の12月10日にパリのリリック劇場で行われた。この時はデジレ・エミール・アンゲル・ブレシュとの式、機能の振り付けと演出、アンドレレが衣装と、 舞台装置をそれぞれ担当した。プロローグとエピローグのついた各4場から構成される。演奏時間は約29分、ないし30分。エレはまず台本を作成し、台本が完成した直後にドビュッシーは作曲に取り組んでいる。ただしこの時点でどのような形式で上演されるものかドビュッシー自身がはっきりと決めていなかった。 初演時は踊り手によって行われている。ありがとうございます。